どうもクーリンです。本日は走塁練習をします。ここでバッケン捕手に出会いました。今回来ていただいたのは赤嶺投手と八木捕手。このお二人はなんと四国アイランドリーグで NPB のプロ野球選手まであと一歩のところまで上り詰めたお二人です。そんな独立リーガーバッテリーから盗塁をする練習をしたいと思います。そしてキャッチャーの八木さんですが、現役時代の超強肩は今も健在。現役時代は何秒だったんですか、はい、セカンド投球マックスは 1.7 秒台でした、ね。マックスですけど、平均したら 1.8 とか9とかじゃないですか。投げる球のほぼ全てがストライク送球の八木さんから盗塁することができるか。さあ監督対元独立リーガー、ちょっとリードが小さいように見受けられるクーニー選手。さあどうか、膝に手をついてるがどうだ、右手を離し、こっからハイバック。いい戻りですね。少しライン上から一歩下がった位置で、リードしてます。あーちょっと一歩遅れた、余裕でアウトやー。強っ、余裕でアウトや。ちょっと八木さん、セカンド送球のコツはどのように投げられてるんですか？コツは、できるだけ上に浮かないように、最初自分、小判ばっか投げたじゃないですか。はい、結構そこから修正していくようなイメージですね。あ、上からじゃなくて、下からどんどん上げていくようなイメージでやって、取ってからこの最初のこの形まで行くのを、意識してます。この形が決まればもう、ほとんど送球が正確になると思うんで、はい、じゃあ反復練習もその形を作るってところからを練習するんですか？そうですね、よくある構えからその形になってってよくある、はい、この練習っていうのはもう独立リーグ時代毎日やってましたね。やっぱそうなんですね。はい、もう立てなくなるまでやってました。立てなくなるんですか？監督にしごかれてたんで。そうですね。でもその修行の成果の賜物ですね。そうですね、ほぼ全てストライク送球でした。八木さんどうもありがとうございました。今回沖縄で撮影させていただきましたが、グランド手配にもご尽力いただきました。誠にありがとうございます。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける、玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル、半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す、あの土の上で輝く。